します。大阪府献血推進ガール AKB48 チーム8チーム4兼任の長野さりかです。今日はよろしくお願いします。すいません、大阪で献血啓発活動をしております虹色音楽家の宝塚金太郎と申します。今日は一緒に献血の啓発活動をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、では、はい、長野セリカさんといえば、はい、今年ですね、失礼しました、11月、去年の11月に献血の推進ガール、はい、大阪府のですね献血推進ガールに就任されたんですけれども、はい、その理由はなぜ就任をされたんでしょうか。そうですね、はい、私今高校生なんですけど、私と同じ高校生とか若い方の献血を呼びかけるためにならせていただいたんですけど、今日は献血ちゃんと一緒に献血活動を一緒にやらせていただくので、よかったら皆さん献血の協力をよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、拍手をするところですね。今、ちょうど1年、はい、来月ぐらいでもうすぐ1年ですよね、はい、経つっていうことなんですけれども、はい、その就任されてから何かこう活動してて感じられることとかってありますか。いや、そうですね、私も去年、今年の3月誕生日の前の日ぐらいに初めて献血をさせてもらったんですけど、やっぱり患者さんのために何か頑張れてるっていうことがすごく嬉しくて、でそれで献血ってすごい健康な人じゃないとできないんですけど、その血液の検査とかするときに自分がどれだけ健康なのかっていうのを分かりますし、何回も献血ができるように健康を維持しようっていう気にもなりますので、本当に献血ガールになってよかったなってすごく思います。素晴らしい。で、今日はここですね、はい、私立吹田サッカースタジアムに来てるわけですけれども、はい、目の前見ると、青いユニフォームを着た方々たくさんいらっしゃいますけれども、セリカさん、ちなみに好きなサッカーチームというのは、もちろん、ガンバ大阪さんです。本当に私、はい、小学校の時にガンバ大阪さんが小学校にサッカーを教えに来てくださって、でそれでその時に遠藤選手が来てくださったんですけど、はいはい、なんと今日、はい、名前入り長野セリカさんへって書いた遠藤さんのサインをいただいたんです。おめでとうございます。本当に空の上の人みたいな感じで、本当にすごい方が私の名前を色紙に書いてサインをドンって書いてくださってて、本当に感動して、小学校の時あってすごい感動してたので、本当に今日はこういう機会をいただけて本当に感謝してます。ありがとうございます。夢が一つ叶ったというような、はい、嬉しいです。はい、もう一つ夢といえば、はい、もう一つ、ここ大阪といえば、はい、象徴の一つでもある太陽の塔が近くにありますけれども、はい、そうなんです、はい、太陽の塔、何かお好きというふうにお話をちょっとお伺いしたんですけれども、太陽の塔大好きで、はい、ショールームっていう配信アプリがあるんですけど、はい、そのショールーム その画面の中に入るように太陽の塔のフィギュアみたいなのをドンで立てたりするぐらい好きで、なんか今日もこのユニフォーム、太陽の塔の中身がプリントされてるユニフォームなんですけど、はいはい、そうなんです、これガンバ大阪さんのユニフォームなんですよね。そうなんです。でこれ本当にガンバ大阪さんのツイッターで見て、このユニフォームをーで、めっちゃ欲しくて、でやっともらえいただけたということで本当に嬉しいです。おめでとうございます、はい、で来てらっしゃる方もね、はい、ね、そういますね。ちなみにそのショールームとか見てらっしゃる方とかでいらっしゃるんですか。ああ、いっぱいある、ありがとうございます。また配信します。ねえ、皆さんもガチガチもカメラもすごいですね。ねえ、ありがとうございます。うちわとかも持ってあって、はい、すごい応援してくれはるかなっていう感じなんですけど、はい、で大阪出身ということで、はいはい、何か好きな食べ物とか。食べ物、
そうですね、はい、大阪で好きな食べ物はやっぱ定番かもしれないですけどたこ焼きで、よかったら皆さん今日食べて帰ってください。ぜひ。おー、たこ焼き、はい、ちなみに今日大阪出身っていう、今日大阪から来たよっていう方、あ大阪、あ結構いる、ね、地元ですか。おー、それ以外の方、他府県から来ましたよみたいな。おー、すごい、すごいカメラ持った人が。わざわざありがとうございます。わざわざ、さっきラグビー場でもね、なんか光りましたね。ね、僕後ろからちょっと観戦させていただいたんですけど。ガチガチ、すごいですね。昨日和歌山県でイベントがあったんですけど、はい、昨日も来てくださってて、今日も一緒に大阪に来てくださってみたいな方が結構いらっしゃって。和歌山、大阪、明日は幕張メッセで握手会なんですけど、来てください。ぜひ明日は和歌山、幕張メッセで握手会なんですけど、幕張メッセ明日も行くっていう方、待ってます。ありがとうございます。あ、なるほど、すごい。ぜひぜひね、行、はい、っていただければと思うんですけれども、はい、まあ、ちなみにこの他府県の人、はい、まあ、いらっしゃったので、はい、おすすめの大阪のセリカさんの食べ物、はい、これだけは食べ物、これ大阪の食べ物おすすめやでみたいなのってちょっとあったりするんですか。で、私はい、だるまの串カツとかもおすすめですし、なんかチームエイトのメンバーもだるまの串カツ食べたらしくて、めっちゃ美味しいってもうすごい推してたので、ぜひ食べて帰ってください。だるまの串カツ、はい、有名ですもんね、はい、通天閣とかにもありますからね、はい、ぜひぜひ楽しんで帰ってください。ぜひぜひ食べていただければと思いますけれども、はい、まあそんな感じで、この後なんですけれども、はい、この後は献血バスがあるんですね、はい、このスタジアムの横あたりに、はい、あっちですね、あっちにあるんですけど、はい、この後、はい、この G ステージのライブというかトークショーが終わった後に、はい、献血バスの横で啓発活動をさせていただくということで、はい、よかったら皆さん献血バスの方にも来ていただけたら嬉しいなと思います、はいはい、ぜひ来てください、はい、よろしくお願いします。ということでですね、ここでもう一組ちょっと、まあ、ゲストといいますか、はい、献血の啓発活動を、していただきたい団体さんいらっしゃいますので、どうぞお越しいただけますでしょうか。イエイ。皆さんこんにちは。こんにちは。大阪学水献血推進協議会副会長の後藤と申します。よろしくお願いします。まずはですね、このステージに立った時に僕は皆さんに学水とは何ぞや、副会長とは何ぞやといろいろ喋らないといけなかったんですけど、まず一言を言わせてください。可愛すぎるでしょ。いやいやいや、ありがとうございます。こんな可愛い方に、僕は大分出身でして、初めて生でアイドルを見させてもらったんですけど、綺麗ですね。こんな方が大阪府のPR してもらえると本当にもうこの先安泰なのかなと思います。頑張ります、はい、お願いします。でですね、僕が副会長やってる大阪府学生献血推進協議会というものがどういったものなのかと皆さんに説明しますと、大阪府学生推進協議会といいますのは、若年層の献血者の、最近は少なくなっているので、それを改善するための組織です。そうですね、やってることとしたら、大学や高校へのセミナーや、赤十字センターの方々と共同で呼びかけをしたりして、献血の呼びかけをしています。すいません、ちょっと緊張してしまって。ちなみに長野さんはクリスマスとか何かやってたりするんですか。クリスマスですか、はい、クリスマスは今のところは何も予定入ってないです。そうですか、はい、ライブ活動とかっていうのは。ライブは、まあ、そうですね、あ、でも来年のに福岡でツアーが決まってます、はい、おー、はい、
九州で。はい、九州で。あ、そうです。もう大分県ではツアー終わってるんですよ。あ、本当ですか。はい、楽しかったです。いいとこでしたか。はい、めっちゃいい、はい、温泉県。で、クリスマスの話題を今出させてもらったんですけど、またクリスマスでは、クリスマス献血キャンペーンといたしまして、学水や、献血の赤十字センターの方々とともに、献血の、キャンペーンをさせていただくので、またぜひ皆さんよろしかったら、キャンペーンにお越しください。はい、よろしくお願いいたします。お願いします、はい。まあ、そんなところで、献血の啓発活動を、はい、させていただいたんですけれども、この後、中野セリカさんが、どちらにいらっしゃるんでしたっけ。献血バスの横です。はい、献血バスの横に、はい、この後すぐです。はい、ぜひ、はい、実際もうすぐ行きはりますので、ぜひぜひ一緒に行っていただけたらと思います。はい、待ってます。はい、それでは、この辺りで、私どもお役目の終了となりますので、はい、ぜひ献血、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。セリカ、セリカ、お疲れ様。ありがとうございます。今一度大きな拍手をお願いします。
ありがとうございます。